はい、えー、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。えっ、ー、と、今日は、まあ、あのー、総合政策学部の2020年の大問3です。一番、まあ、長くて難しい問題かなというふうに思います。早速やっていきましょう。っていうところって長いんですよね。何分 81番から。まあ、ちょっと我々は基本的に解くときに選択肢から解いていくんで、選択肢まず一通り見て、で、その中でこう当てはまるものがあるかないかなっていうところをちょっと見ながらやっていくっていうふな形になります。よろしくお願いします。で、これついでに言うと、最終的に答え見るときもパラグラフの1の1見るので、ちょっと字が黒くなっちゃいましたけど。 早速寄っていきましょう、えー、ジュラシック・パークを、まあ、その最初に入れるのはどうしてかみたいな話なんですけれども、えー、と1番が、まあそのえーとまあ、絶滅した種をその、まああのーえー、連れ戻すのは、まあ、その非常に簡単だってことをその見,あの見せるためのところは簡単なわけないですよね。まあ、あの実際これ1の1でどういうふうに書かれてるかっていうと あのー、1-1では、まあその、あれなんすよね、一番最初の文章で、まあ、その、あなたが、まあその、思うよりも、その、あのー、あれですね、恐竜を作るってのは難しいんですよっていうふうなことが書かれてるんで、まあ実際こう、その、だから映画なんかに難しいんですよっていうふうな、あのー、映画では実際こういうふうにやってるけども、だけど DNA っての劣化するしとか、あのー、そういうふうなことが書かれてるわけですよね。 なので、あの、そういう風に考えたら映画より難しいってことを言ってるわけですから、1番は違います。で、えー、次が2番です。えー、2番が、えー、これは、えーと、まあ、あのー、 古代の蚊からその DNA をその、まあ、取るとか、あと、えっ、ー、と、これもだからその要は DNA は劣化するしとかっていうふうに言ってるわけですから、これは、あの、違いますよね。だって、あの、だから映画よりも現実は難しいんだよってことを言ってるわけですから、その古代の蚊から取るなんていうことが、まあ、現実的あっていうふうなことを言ってるわけではないわけです。で、あの、次が、えっ、ー、と、3番。これが、えっ、ー、と、 まあ、あのもし、えー、環境が完全に破壊されたら、えー、自然は、まあ、その自分の道を選んであ、まあ、見つけていくだろうみたいな話を書いたわけですけどこれは別にさだって、まあ、スカートもジュラシック・パークをその出した理由では全然ないわけだもんだからあのジュラシック・パークで書かれていることでも全然ないし、まあ、あの本文中にこういうふうなあのことを言う人がちょっといたりはするんですけれどもただあの基本的には違います で、えっ、ー、と、4番。4番は、えっ、ー、と、ま、その絶滅動物をその復活させるっていうのは、まあ、その、フィクションの中では簡単に書かれてるんですよ、も実際よりっていう。まあ、これは、その、実際そうですよね。だから、あのー、これはま、実際にそうなので、あのー、まあ、あれですね。だから、あのー、うん、あの、そうなんだなというか、こう、 あの、普通にフィクションの中では、まあ、あの、簡単に書かれてるんだなっていうことが分かれば、えー、この問題に関しては、えー、問題ないかなとは思います。で、次。これ結構ね、あの、必ず一問出てきますけど、まあ、まあ、大変な問題です。えー、っと、まあ、この記事によれば、当、え、て、ー、はまらないのはどれですかっていうところですね。当てはまらないのはどれですかっていうところで、まあ、絶滅動物、あ別で絶滅動物を連れ戻すことに関しての、 まあ、ポジティブな、えー、まあ、利益として当たらないものはどれですかっていうことです。で、えー、っと、一番が、えー、これがあれですね。あのー、まあ、ええー、可気候変動ですね。気候変動に影響するところ。これはパラグラフの3の一番最後に書いてありますね。ちょっと見ていきましょう。 パラグラフの3の、えー、と一番最後に書いてあってこれかでこれまあどういうことを書いてるかっていうと、まあ、そのでっかいマンモスとかが出てくると、まあ、マンモスがこうその、えー、と木を踏み荒らしたりとか、まあ、そういうふうなことをしてあのその地球温暖化の解消に寄与するんじゃないかとか、まあ、そんなことが書かれてるわけですよね。 で、えー、っと、まあ、なので、これは当たってるかなと。それで、あとは、うんと、まあ、絶滅動物を、その、あれですね、こう、どうこうすることで、ポジティブな影響として、その、なんか、食料源ができるとかってことを2番書いてあるんですけど、これは実は本文中に書かれてないんで、これが正解なんですけど、まあ、一応3番、4番見ていきましょう。えー、3番が、えー、っと、まあ、その、ペット産業の新しい機械が生まれますよ、みたいな話が書いてあって、これは、 2の1に実は書かれてあります。2の1に、えっ、ー、と、まあ、その、あれですね。まあ、異国風のそのジュラキのペットっていうのの交易が、え盛んなるでしょうね、というふうなことが書いてますんで、これは正しいです。で、えっ、ー、と、次、えっ、ー、と、まあ、これが、えー、あれですね。まあ、えっ、ー、と、バラエティと、あと、数が多くなると。これは種の数ですね。種の数が多くなると。 環境中のっていうところでこれは、えー、と5の3から、えー、と6までですねっていうところで、まあ、実際にあの要は、うん、とアフリカではあの非常にこうあの数多くの動物そして、えー、たくさんの種、えー、がいるし、まあ、ヨーロッパとかあと北アメリカもかつてはそうでしたと。で北極さえもあとまあ えー、かつては、えー、そうでしたっていうふうなことを書かれてるわけですから、えー、これは合ってると思います。まあ、ちょっと解説しましたよね。5本のところでもちょっと解説した話だったかなとは思います。で、4番は合ってると。答えは合ってないの2番だけだから2番が正解です。で、次。えっ、ー、と、第4パラグラフでは、えー、最夜生活運動っていうのはみたいな話を書いてます。で、えっ、ー、と、見ていきましょう。 えーとまず1番なんですけどこれはえーとなんかこう人間とまあいわゆるあの野生動物がえ共存とかねそれもえ都会の環境でとかって書いてますけどだってその狼に人間が多少殺されるのはやむを得ない犠牲みたいなことを言ってるわけですからまあそれ言ってたのがうんと狼の話はどの辺だったかな狼の話は。 これか。あの、この6番のところですね。あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、多少の、多少の人間の死っていうのは、まあ、これ、マンモスとか、えっ、ー、と、オカミによっての、まあ、それは、あの、支払うべき代償として、まあ、あの受けられるんだと、書いてあってですね、すげえなって、まあ、これ、現実から離れてるから、あの、ウッドなわけなんですけど、もう現実からの距離なんで。 あのちょっとここでも書いてますけどね。なので、まあ、なんだけどさ、それにしてもすごい主張だなというふうな感じは思います。ただ、共存できないわけですよ。共存できない。共存できなくて、で、共存できない根拠っていうのは、じゃあ、どこにあるんですかっていうところ、6番ですね。6の1。一応書いときましょう。これは、ちゃんと根拠書いとかないと。 あとでみんな分かんなくなると思うんで。問題解いてるときやっぱめんどくさくて書いてなかったりするんですけど書かないとダメですね。あのんで書くかっていうとあの書くことによってこうそのうんまあ例えばじゃ見直しとかをしてるときにこうそのなんていうんだろうあのチェックできますよね。 で、なんかこう、なんとなく間違ってる気がして、やっぱりこれじゃなくてこれとかって言って合ってるやつ消しちゃうってことは結構入手の本番って多くって、あの、そういうのを避けるためにも、ちゃんと根拠は何だったのかっていうのをしっかり書いていくっていうのは、えっ、ー、と、非常に大事なことです。えー、次。これが、えっ、ー、と、第4パラグラフで、あれですね。どれが正しいかってことを見ていくとっていうところで、 えーまあ、人間の,その安全にかかわらずみたいな話ですよね。そのまあ、野生状態にこうその近くしていくと。まあ、可能な限りというところで、まあ、これは合ってますよね。最野生化運動の説明としては、さっきの,あのやむを得ない犠牲だみたいな話もありますし、改めてちょっと第4段落ぐらいから見ていくと、首都下の罪悪感があるんですよとか、あのー、それで、 だから、あれですね。あの、かつて、その、今もそうだけど、今もアフリカは非常にこう、その数多くのアニマルとか、 その多くの州がいるわけで、かつてはヨーロッパもそうだったし、あとアメリカもそうだったんですよと、北極えもそうだったんですよ、で、それが私のゴールなんですよとかってことが書いてあって、人間がオオカミとかマンモスで死ぬのは、それはえまあやむを得ないと、支払うべき対象なんですよっていうふうなことまで言ってるわけですから、っていうことを考えると、もうこれはあの考え方としては2番が正しいんだろうなというふうに思います。一応その3番、4番、なんで違うかっていうことを、 書いていてくと,、えーとまあ、3番に関しては、まあそのえー、と人間とその野生動物がその住んでるところっていうのは、まあ、完全に隔離とかってことを書いて別に隔離するなんてことは一言も言ってないわけですよねあの隔離されてないわけです隔離されてないから問題なわけで、えー、だからそれは、えー、と3番は違いますで、えー、4番は、えーまあ、特にその込み入った都市においてとかってことが特に込み入った都市なんてことは書いてないわけですからこれは4番も違いますということで、えー、2番が正しい です次。えー、っと、84番。84番に関して言うと、うこれはんだ、ちょっと見ていきましょう。えー、っと、まあ、1番が、第5パラグラフでどんなこと書かれてますかっていうことですけどもえ、第5パラグラフ、まあ、ちょっとあの選択肢を見た方、見てから、パラグラフに戻った方が、あのえー、っと、 ま、よりこう、聖地に見れると思うんで、私はあの、現役の時からそうですけど、まず選択肢読んでから本文読んだんで、あの、選択肢読んでから本文読みましょう。で、えっ、ー、と、一番が、えっ、ー、と、彼は考えたと。で、まあ、考えていると。あの、人々は、あと、まあ、野生動物を、その、まあ、あれですね。まあ、彼らが、あともし彼らがその、まあ、国立公園に行った時に、えっ、ー、と、まあ、 あのえっ、ー、と見れると見れるだけだとうんこれごめんなさい国立公園に行った時に見れるだけだっていうのはこれはこれとしても正しいですけどステートメントと言えるかって話ですよねなんかその今今もアフリカに行ったら見れるわけですけどう国立公園に行けばあのでもなんかステートメントとまで言えるかどうかみたいな話はあってって話ですね まあ単なる事実なので、あの、ステートメントと言えるかどうかっていうのはちょっと微妙っていうふうな、主張、主張、主張と言えるかっていうのはちょっと微妙って話ですね。まあ、単なるファクトなんじゃないかって話です。ごめんなさい。これアフリカでは見れますもんね。で、次。えー、っと、まあ、彼はその、まあ、政府にドビングしたんだよというふな話ですね。まあ、これは、あの、このことは実は書いてないです。まあ、後でちょっと見ましょう。で、次。えー とまあ、これも魚の話を書いてますけどこんなこと書いてないです。これもちょっと後で見ましょう。で次。えー、っとまあ、あの、彼は動物っていうのがより多数で多様であるべきだと、今よりもっていうふな話で、これは書いててこれが実は、えー、っと、ステートメントとしては正解です。 主張としては正解です。で、あの、一応なんか私、こう、英語の解説とかするときに、またパラグラフ5とかに戻って、こう、日本語レールとこんな感じですよ、とかっていうのを説明してるんですけども、もちろんその日本語に訳せるってのはそれはそれで大事なんですけど、まあ、あの、なんていうのかな、こう、選択肢とか見るときも、もうある程度こう、英語を英語のまんまちゃんとこう、理解するっていうふうなことができると、結構話としては早くて、 あの、まあ、一応今解説なんで、あの、いちいちこう主張とか事実とかって言ってますけど、あの、ステートメントとかファクトっていうふうに言われて、あ,あこういうことなんだなっていうのがちゃんと分かった方が、あの、解くスピードは速くなります。っていうところで見ていくと、まあ、あの、これも第5段落毎回おなじみですけれども、まあ、あの、アフリカでは、ま、今もうその見れるんですよと、ナショナルパークではと。で、えっ、ー、と、アメリカとかヨーロッパも、 えー、北アメリカとかヨーロッパもかつてはそうでしたと。えー、北極でさえもそうでしたと。それが私のゴールですっていう風なことをあの言ってるわけですから、あのそうするともうあのさっき言ったことがステートメントですよねあの。主張っていうところです。一番は主張とは言えないって話ですね。なんで、単なる事実なんで。これもちょっと書いときましょう。 私、最初のメモで、かつてはとかって書いてましたけど、アフリカでは今も見れるわけですから、かつてではないですね。っていうところです。まあ、そういう間違いがあります。解いてて。で、次、85番。85番に関しては、え、来録パラグラフに関してです。で、え、一番いい例、これがエコロジカルなんちゃらの一番いい例は何ですかっていう風なところで、えー、っと、ちょっと、6の位置見ていきましょう。 六6の1で書かれていることはどういうことかっていうとまあ支払うべき代償なんですよ彼が言うところのバーダバランスではみたいな話でえそれで85の1ここかなちょっとじゃあ見ていきましょう で、あのー、85の1に関してっていうところで見ていくと、えっと、まあ、彼が言ってるところの、まあ、その、エコロジカルなんちゃらの、その一番いい例はどれですかっていうところでちょっと見ていくと、まあ、あの、まあ、その、リクレーティングさえっと、また作ると、えっと、まあ、絶滅した、えっと、これは植物ですね。 で、あのー、これはその森をその蘇らせるみたいなそういう話かなと思います。で、6の1を見ていくと、6の1、六の一というかごめんなさい、これ6の多分ラスト2ぐらいですね。と、ちょっと修正。 のラスト2ぐらいを見ていくとでこれはそのまあ蘇らせるみたいなところでそれで だからまあ逆に言うと例えばここで書いてるのはまあその侵略ネズミみたいなものをその例えばあのニュージーランドにある侵略ネズミみたいなものをその全部殺すとかあのそういったものっていうのがまあそのえっとまあ生態学的優生学に他ならないみたいなことが書いてあったりとかあとはこの前のやつとしてまあその えっとあれですねまあえー、っと森林は山火事を必要とするってまあこれどこどこその山火事がそのあることによってこうその森林っていうのがまたこうそのえー、っと生き返るような部分があるとかあの創造的破壊ってこれこれ書いてますけどまあそういうものがあるっていうふうな話を書いてるわけですけどまあえー、っとそういうところに合ってるものはっていうところでっていうところで っていう話で言うと、これは1番っていうふうなところですね。別にあって、2番のクローンを使うとかってことは全然書かれてないわけですし、で、あとは、うんと、なんだろう、あの、ネイティブインセクトなんちゃらかんちゃらとかっていうのもないですよね。あと、なんか、えっ、ー、と、動物がどのように、こう、 あの進化するのか人間の環境に適応してとかってことも全然なくてどちらかって原,原始的な方に戻っていこうみたいな話なんで、えー、そうするとあの、まあ、2番も3番も4番特に2番と4番は絶対違うっていうところですねであ,のあと3番も違う別だってネイティブなやつは戻るわけだからあのネイティブ戻るっていうかネイティブなやつは残るわけだからっていうことを考えると3番も違うっていうふうな形です で、次が、えっ、ー、と、これは86番っていうところで、えっ、ー、と、86番見ていくと、えー、これは、えー、あれですね。さっき言った、えー、森林は、えー、と山火事を必要とするみたいなのは、 えっとこれはどういうことなのかっていうふうなところで、まあ、これに近いものを選んでくださいっていうふうな話なんですけれども、えーっと、じゃあちょっと1番から4番まで見ていい、これは概念としての話なんで、これ本部読まなきゃいけないとか、そういうわけじゃないですで、えー、っと森林は山火事を必要とするというのはどういうことかっていうと、その損害が成果につながるっていう話なんですよね、一言で言うと。それに合うものを選べばいいということです。1番があなた,は、えー、あなたをが愛す,る人を愛するものを傷つけるだけだと。 で、2番が、これは、えっ、ー、と、あなたは、えっ、ー、と、オムレツを作ることができない。えっ、ー、と、これはいくつかの、あっと、卵を壊すことなくってこと。これは損害が成果に結びついてるわけですから、2番が正しいですね。3番、えー、あなたが火遊びするとあなたは火傷する。まあ、これは当たり前のことですよね。その損害が損害になってるわけなので、これは違います。で、えっ、ー、と、4番は、えー、これは、うんと、あなたが、あっと、 まあ、いや、あのー、暑いのに耐えられないんだったら、あまあ、キッチンから離れようという話で、あーのー、これはだから、なんか単なる注意ですよね。っていうところを考えると、まあ、一応ちょっとこれ軽く書いとくと、これはもう完璧に損害損害らしい。あと、これは、 注意だしこれは単なる損害のことを言ってるだけなんでって考えるとえ損害成果になってるのがえこれはあの86の場合2しかないので答えは2という形になります。 一応ちょっと青くしておきましょうあとは八十七番八十七番はえっ、ー、とまああれですねこの なんちゃらさんの第7パラグラフでの、えー、質問っていうのは何が含印されてますかっていうことでまあちょっと第7パラグラフじゃ見ていきましょうか第7パラグラフではあこれはまあなんちゃらさんが言ってるわけですねであのまあその100年前のものとそのまあ今のもので、まあ、そんな差があるのかみたいな あなんで、その、100年前のものより、今のものを、まあの、100万年前のやつよりも、えー、と今のものをその、えー、と守んなきゃいけないのかみたいな、あのそういったことがこう書かれてるわけですね。っで、えーと、そういう文脈から見ていくと、まあ、これまず1番ですね。えー、と1番が、これは、えーとまあ、ここで言ってるようだから要は、よが、 ここの主語の部分ってのは今ってことですよね。今っていうのは、まあ別にこう、その、えー、あれですね、他のものと比べて、他のその時代と比べて、その、まあ守る価値があるかどうかって言われると、別にまあその他の時代のものと比べて、うーまあ、 より多く守る価値があるってわけでもないし逆により少なく価値があるってわけでもないまあ同じぐらいのものですよというふうなことが書かれてるわけです。で、これはそのあれですね、あのさっき言ったこう質問への原因としては正しいですよね。パラグラフの7の,あのところですけどもまた改めて見ていくと、えー、ここの部分ですね。ここの部分っていうのはだから、あのまあ1番と同じことを言ってるっていうふうな、えー、そういった形。 ですあとは、まあ、あの2番以降見ていくとうん例えばなんかこう短期的な利益うんぬかぬとかそんな話は全然してないわけですしあと、まあ、3番もそのなんか例えば100年前に起きた100年前じゃない5歳1万年前に起きた、えー、とイベントがなんちゃらかんちゃらとか話はしてますけどそんな話はしてないですしであと4番は、えー、あれですね あのまあな研究者の役割は限定されてるんです何に限定されてるかっていうと,、えーとまあ、あの歴史を学びであとはあの種の,その現代の役割を学びとかあのそんなことは書かれてないわけですよね書かれてないから当然違うっていうことでそうすると234は全部違うっていうことですで次ですえっ、ー、とこれはまあ えっと、サンディエゴの、えっ、ー、と、まあ、動物園に、あの、動物園、あの、冷凍した動物園とかって書かれてるけど、なんか、あの、あれですね。あの、どういったものがありそうですかっていうことで、これはパラグラフの8-3の。8-3見ていくと、これはなんか、えっ、ー、と、サイの話ですね。その、えっ、ー、と、サイのことが書かれてるんで、ありそうなのは、えー、サイだっていうことで、 これはまあサービス問題だと思います。これですね。あの、まあ、白い臭いの、えー、ま、細胞のサンプルがありますよっていう風な話かなと思います。他のものは別に書かれてないので、あの、ついでに言うと、これ多分間違って選んだ人で多かったのが、あの、この一番の話かなとは思うんですけど、蚊の話ですね。これは一番最初の段落で、その書かれてるだけなので、ただ、サンディエゴのっていう風に書いてるんで、 あのジュラシック・パークの話じゃないから、1番はあの選んじゃいけないっていう風な、そういうところですね。間違えるとしたらそこの部分かなという風な感じです。まあ、そういう間違いしちゃいけないですけどね。しちゃいけないけど、よく間違えがちな部分ではあるのは事実です。で、うんと89番。89番に関して言うと、あこれはまあよくある問題ですね。その、えっ、ー、と、まあ、あのー、 作者がこうま1、あ、番表したかったことは何かっていうところで、まあ、あのー、この手の問題っていうのはまあ、本当に何度も言ってますけど、そのラストパラグラフ見るしかないんですよね。あのー、ラスト、パラグラフに全て書かれてると、その特段こう。パラグラフを指定されてなくても、ラストパラグラフを見ましょう。っていうところで、まあえー、っとこれ2番があれですね。あのー。 まあ生物多様性とか絶滅に関する考え方っていうのはまあ多くの場合主観的で一貫性がないんですよ、まあいろんな人の,あの話を紹介することでえそういうふうなことを言いたいわけですよね。で実際あの一番最後の,あの文であのそういったことがあの書かれています。でまあその自然っていうのが一番こうまあ 残忍な絶滅のあのエンジンなんですよというふうなことも書かれてますで、あとはまあ、この前半の部分ですね人によって違うとかそういう話っていうのはこのディスカッチングサーチアイディアズのあたりの話があのちょうど作者が一番言いたいこととして書かれています 例えばだから,なんて言ら1番とか3番とか4番っていうのはその他の誰かの話でその作者が言いたいことになかったりはするんですよね。でえ次90番これ最後の問題ですけれどもえっとさっきのラストパラグラフのえっと最も残忍なとエンジンこれ絶滅のってことですね。地球上あの絶滅のエンジンこれ地球上のっていうのはうんどういうことなのかっていうところでまあその うんまあ、まず2番に関しては、そのなんか、温室効果ガスなんてことは書いてない。で、えっ、ー、と、1番と3番に関しては、パラグラフの五の2にあったと思うんですけど、あの、その、絶滅のエンジンが人間か自然かっていうのは結構議論があって、あの、はっきりしてないんですよね。五の2に改めて戻ると、まあ、えー、っと、このあたりの話ですよね。人間が本当に絶滅させたのかどうかみたいな話に関してはいまいちよくわかんないと。 マモスの話に関しても結構まあるっていうとうころですね。まあ、首都種の罪悪感が人間にはあるんだけど実際にはこう人間がやったのか他の気候変動がそのマンモスとかあのそういったものをこうあの絶滅させたのかっていうのは分かんないんだよっていうふうな話を書かれています一応ちょっとこれ大事なんで軽くチェックしておきましょうか これが90の1と3かな で、えっ、ー、と、そうすると必然的に残っていくのはこれ4番ですね。えっ、ー、と、自然現象っていうのは不可避に、えっ、ー、と、まあ、不可逆な、その、まあ、変更、あと、変化を生態系にもたらすっていうところで、これが正しいかなというところです。